どうも皆さん、ニュキッと登場きのこでございます。本日は陰の仕方についてご紹介したいと思います。はい、ということでビッグシルエットの T シャツをどうすればインしたらいいのかなとか、インしたら太く見えちゃうんですよ、どういう陰の方がいいですかとか、もう私流にはなっちゃうんですけどご紹介したいと思います。はい、まず陰には2つあることをご存知でしょうか。1つ目、全てを中に入れる陰の方法なんですね。で、もう一つは前だけ陰、前だけを入れてしまう陰の方法っていうのがあるんです。はい、ではまず全陰についてご紹介したいと思います。まず普通にこれぐらいのちょっと大きめの緩い T シャツについては、で、私はいつも先に全部グッと入れてしまいます。はい、入れてしまいました。でもこうなってしまうとなんかここがポッコリしてたりとかしてちょっと気になりません？なのでまずここの溜まってるところをしっかりと中にグッと T シャツは入れてあげてほしいです。下にギュッギュッて、ここが溜まってしまうとおケツ大きい人になっちゃいます。なので下にギュッて引っ張ってあげてください。それでこの状態もいいんですけど、少しゆったりインをします。やり方としては全インした時にちょっとだけつまむ前を、ちょっと四角形を描くように出してあげると便利です。はい、私はこれが結構ゆったりインとして可愛いかなって思っているインの仕方。はい、続いて前だけインについてなんですけど、皆さん前だけインって言われるとどういう風にインしますか？もう前を全部入れて後ろを出す、これが前だけインだと思う人。2つ目、横の部分は少し出してこのセンターだけちょっとだけインしてあげるを前だけインだと思う人。正解は2番の中心部だけを入れるのを前だけインっていう風に言うらしいです。こういうなんかちょっとたるーんとしたラインを出すのが前だけインなんだって。で、これの特徴としてはなんか着る服によるらしくて、 T シャツで前だけインするのもいいんだけど、一番はそうこういう感じのね、テロッとした生地なんですけど、こういうテロッとした生地はね、インするとすごい綺麗なシルエットに見えるんで、全部グッてインするのも可愛いんですけど、あの前だけインで楽しむこともできます。はい、でこういうビッグシルエットの T シャツとかシャツの場合のインの仕方をご紹介したいと思います。シャツあるじゃないですか、ビッグシャツのね、ビッグシャツの下から 1,2,3、 まあ3個かな、自分のウエストラインのところまでボタン開けます。で、開けたらこれを縛ります。結構ダマになるじゃないですか、これを入れる。で、こういう感じに少しもったりはするんですけど、で、あげるとまるで前インしてるような感じのシルエットになります。まあこれぐらいかな。全部インしちゃうとマジでここヒップラインぐちゃぐちゃになるからおすすめはしません。で、 T シャツとかの場合はできたらもうロングで1枚で着てしまうことをおすすめする。特にロング T シャツとかの場合でイージーパンツでやるのはめちゃくちゃおすすめしません。もしどうしてもやるんやったら絶対にベルトをつけてやってください。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。インの仕方どうやったやろう。ぜひよかったらいろいろ探してみたりとか、自分に合うやり方を探してみてほしいです。では本日の動画も以上になります。いつも見てくれてありがとう。ほい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ニュキッと登場きのこでございました。バイバーイ。